はい、はい、明けましておめでとうございますということで、はい、今日のサンデージャポンはね、去年の11月に収録したもの。違います生放送 VTR と合うかどうか心配なんですけど、生放送ですから前も毎週前もって予想してコメント無理でしょ、どうやってハワイに行ってる芸能人 V 撮ったんですか、ね、ということで2014年もよろしくお願いいたします。さあね、お正月の大輔くん、はい、さあ、そして1月2日に24歳になったばかり、若い世代のカリスマ的人気を誇るモデルの鈴木彩ちゃん。さあ、さらにさらに東京ドームの美人すぎるビールの売り子として話題となり、去年のサンジャポ初登場をきっかけに仕事のオファーが急増している。結婚、離婚に熱愛報道。年末年始に大きく動いた芸能界の注目ニュースを総まとめ、一気に紹介します。太田さん。田中の離婚は5年前でした。いや、そんな言う必要ねえだろ。それね、鈴木愛ちゃんは奈々ちゃんとも仲がいいわけですよね。そうですね、テレビで始める前からその仲良くて、その採用さんの話とかもすごい聞いてたんで、この会見見た時に本当に愛も泣いちゃってる、泣いちゃって、はい、だから本当に頑張ってほしいと思います。あ、そう、はい、愛ちゃんは、ね、はい、結婚願望はめっちゃしたいです。めっちゃしたい。26にしようって今年決めて、うん、今いくつ24歳で4になります。彼氏は、あとにね、彼氏はあれ分かんないです。あれ分かんない、あれが彼氏かどうか分かんない。あやちゃん、あやちゃん前列のセンターもうちょっといいコメントしたほうがいい。前列のセンターでしょこれ、誰しもが憧れる席ねえ。のが多すぎるでしょ。俺ののかで、結婚願望はすっごい強くて、今年のお正月も多くの芸能人がハワイへ、最新映像満載でお送りします。太田さん。ギャルモデルの登竜門、関東女子高生ミスコンのファイナルステージが行われました。可愛いです。女性ファッション誌ポップティーンのカリスマモデルクミッキーや、サンジャポファミリー松本夏子さんなどを輩出した関東女子高生ミスコン、応募総数1500通を超えるエントリーの中から優勢な審査を通過したファイナリスト10人。この日審査員を務めた今井花さんも見守る中、栄えあるグランプリに輝いたのは、エントリーナンバー7番ミンミさんです。おめでとうございます。自信もあったんですけど、ちょっとどこかで困ったところもあったんですけど、本当にありがとうございました。第2位、高校3年生のミンミさんが関東一可愛い女子高生の栄冠を手にした。国民的アイドルさあ、それでは本日のワミレス太田さんお願いします。今日はウーマンラッシュアワーのお二人です、はい、俺は流れ星の方が面白かったでも優勝してるのはウーマンラッシュアワーだ俺たちが優勝するんだ頑張ってくださいね。さあ、それから竹田記者、後ほど日曜サンデーラジオの方でもよろしくお願いします。